皆さんこんにちは、じゅんじゅんです。今日のテーマは先生、そこ叱るところです。叱れない教師が叱るタイミングを逃さない方法についてお話をします。私が現場にいた時も、またここ数年ね、先生方から悩み相談を受けた時も、多くの方がやっぱり叱ることについて悩まれている方とても多いんですね。叱ったら子どもたちから嫌われそうで叱れませんとか、叱っていいのか、それともこのぐらいなら放っといていいのか、ちょっとわからないなとか、あと同僚の先生を見ていると、人によって叱る叱らないの基準が違って、いや自分はどういうふうにしたらいいんだろうって、迷われる、特に若い経験の浅い先生方が、いらっしゃるようなんですよね。皆さんどうですか？似たようなことで悩んだことってありませんか？私はめちゃくちゃ悩んできました。ということで、今日はこちらの3本柱についてお話を進めていきます。なぜ教師は叱ることを悩んでしまうのか、そして2つ目は迷わずに叱る叱らないを瞬時に判断する方法、そして3つ目、具体的な叱り方、この3つの柱を通してお話をしていきます。教員経験の少ない方にとっては、ここは叱らなきゃいけないんだなっていう判断基準が分かっていただけると思います。また考えるきっかけが得られると思います。そしてある程度経験のある方には、ご自身の振る舞い方を振り返るきっかけになると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、それでは早速1つ目からいきましょう。なぜ教師は叱ることを迷ってしまうのか。これ理由は人それぞれっていう元も子もないことなんですけれども、考えてみれば当たり前だと思うんですよね。どんな気質を持ってその先生が生まれたのか、どんな大人に育てられたのか、どんな環境で育ってどんな経験を積み重ねてきたのか、これによってやっぱり基準って変わってくると思うんですよね。外国で生まれ育ったのであれば、やっぱり日本とはまた違う価値観を持つでしょうし、それによって教師になった今、叱ることができないとか、叱ることを迷ってしまうっていう理由は、やっぱり人それぞれだと思うんですね。ただ、私以外ですね、私以外の叱ることを迷う理由を、悩み相談などで他の方から伺っていると、大体その行き着く先はこの3つかなって思います。まず1つは、やっぱり子どもたちに嫌われたくない、優しい先生と思われていたいっていうことですね。そして過去の経験から叱ることができない、叱りたくないんだよって方、つまり過去の自分の経験の中に、ある大人からある人からこう叱られたことがあって、でそのことで自分が相手に嫌悪感を持ってしまった、だからもしも自分が子供を叱ったとしたら、同じように嫌悪感を持たれてしまうんじゃないかっていう、自分の経験とこう重ね合わせてそう思ってしまっている。そうなると、教師になる前に、学生時代にね、誰かを叱るっていう経験、ほとんどしてないと思うんですよね。部活で先輩後輩の関係でっていうことがあったとしても、それと子供に対して叱るっていうのはちょっと種類が違うと思うんですよね。だから叱り方がわからないっていう、この3つが行き着く先にある理由だと思います。ではこの3つに共通していることなんだと思われますか？私はその先生の感情、もう少し強い言葉を選ばせていただくと、自分本位の考え方、態度、つまりエゴの部分ですよね。これが子供を叱る場面で大きく影響を、及ぼしている、邪魔をしているんじゃないかなって思うんです。これらが学校現場で同じ出来事を教師が目の前にした時に、 A 先生は叱るけれども B 先生は叱るんだよってよく子どもたち言いますよね。保護者の方耳にすること多いと思います。だから A 先生は叱らないから優しいよ、B 先生は叱るから怖いんだよっていう、そんな教師同士も時と場合によっては、ちょっと困るなっていうね、信頼関係に影響を及ぼしかねない出来事に発展したりすることもあると思うんですね。だから子どもたちにも人によって態度を変えるということを暗に学ばせてしまうことにつながったりするんですよね。じゃあ子どもたちから嫌われたくないし、叱ることが苦手な先生が自分の感情に左右されずに子どもたちを叱らなきゃいけない時に、タイミングを逃さずに叱るにはどうしたらいいんでしょうか。それが2つ目の、迷わずに叱る叱らないを瞬時に判断する方法です。本当にね、瞬時なんですよね。
どうしようかななんてね、悠長に構えてる場合じゃないんですよね。まあ、結論はやっぱり自分の中に軸を持つということです。判断基準を明確に持つということです。これは周りの先生があそこで叱ってるから自分も叱らなきゃじゃなくって、まあ、一旦自分で、ね、考えてみることが大事だと思います。それに照らし合わせて、でやっぱり共通理解を図っていくってことが大事だなと思うんです。私は子どもたちに叱るアクションを起こすまでにプラス2段階で判断してました。プラスについてはまた後でお話しします。まず1段階目です。まず基準に照らし合わせます、自分の中でここはやっぱり叱らなきゃいけないなっていう教師の役割ですね。自分の感情ではなくて教師の役割から判断していきます。そして2段階目です。伝え方を選びます。まず最初に自分の感情チェックです。自分が感情的になってないかなとか、落ち着いてるかなっていうところです。感情的になってると必要以上のことを言っちゃったりして、後で自分も後悔するし、子供のとの関係を崩してしまうので、感情的になってる時にはクールダウンが必要ですよね。そして2つ目に、当事者のお子さんがどんなタイプのお子さんなのかっていうことを見極めます。別にこっちはそれほど強く言ってるつもりはないんだけれども、なんか自分が思ってる以上にこう強く受け取ってしまうお子さんもいるので、やっぱりそのタイプのお子さんには言葉をやっぱり考えますね。そして3つ目、出来事が起きている場所とか、それから時間帯を考慮します。授業中なのか休み時間なのかってこともそうだし、他の子たちが全員揃ってる場面なのか、全員揃ってる場面だからこそ言わなきゃいけない時もあると思うんですけども、そういった時間帯や場所を考えていきます。4つ目は保護者の方のタイプも考慮していきます。例えば、小さいお子さんを抱えていらっしゃって、なかなかこうお子さんから学校の様子がよく分かってないっていう方であれば、後から電話を入れるってことも必要かもしれないし、状況によってそこは判断していきます。そしてですね、2段階の前のプラスなんですけれども、それがですね、後出しじゃんけんになって、子供が叱られた後に納得感が持てないってことが困るわけですよね。だからそれが持てるように、納得感を持てるようにするための事前準備の0段階があるんですね。それは事前に担任がどんな時にみんなを叱らなければいけないのかっていう1段階目の基準です。これを子どもたちにきちんと伝えておく必要があるんですよね。叱る場面じゃなくて、子どもたちには叱らなければいけない場面が先生たちにはあるんだよって言ってました。それはみんなのことを大切に思ってるお家の方から、先生たちはみんなのことを学校で預かってるんだよね、責任があるんだよね、じゃあみんなの家の人って学校でみんなにどんな風に過ごしてほしいと願っているか、みんなわかる？っていうと、勉強できるようになってほしいとか、お友達と仲良くしてほしいっていうことが出てくると思うんですけれども、やっぱり教師がここでしっかり抑えなきゃいけないのは、何より子どもたちの心と体の安全、そして学習する権利を守るっていうこと。だから先生はみんなの体と心が傷つくようなことからみんなを守るよ。そしてみんなが新しいことを学んだり考えたりするときには、それにふさわしい学ぶ環境を整えるためにみんなを守るよ。だからそれを破るようなこと、邪魔したり、わざとふざけたり、わざと意地悪したりするときには、みんなを守るためにその子のことを叱ってあげなきゃいけないんだよね。その子のことを叱るってことは、その子のことを大事に思ってるから叱るんだよねっていうことをゼロ段階で押さえておきます。ゼロ段階っていうのはいつかって言ったら、やっぱ1学期のスタートですよね。1週間以内にまずはこんな雰囲気の話をしておいて、でも繰り返し繰り返し、1回だけじゃわからないので、伝わらないので、繰り返し繰り返し伝えていきます。子どもたちにここは先生たちが叱らなきゃいけない場面なんだっていうことを宣言した以上、子どもたちを守るために叱る必然性がやっぱり出てくるんですよね。だから叱られる子も、あ、そうかってね、大抵は納得してもらえることができるようになります。では3つ目です。具体的な叱り方についてお話をします。私は大きく分けて2つになったかなって思います。以前は感情的にグッと言ってしまうこともあったんですけれども、やっぱりそれだと、自分も嫌だし、子どもたちに本当に伝えたいことが伝わらないってことがやっぱり多いので、大きく分けて2つに絞っていきました。俺ね、汗でね、なんか目が痛くなってくる、ごめんなさいね。続けます。まず1つ目です。子どもたちのやってることを緊急に止めなきゃいけないときには、
まあ、それは肉体的な暴力であるとか言葉の暴力、それから危険な行為、これを自分が目にした時には大声を出してやめさせたり、あとは体を張ってそれを中に入って止めるとかっていうことですよね。とにかくその場を止めるっていうことです。まあ、これが、まあ、ある意味叱り方の一つ目です。そして二つ目は、これが一番多いんですけれども、私は3段階で叱るという行為をしていきます。まず一つ目、事実を確認します。関係者が複数いれば、全員が実際に目にしていること、見ていたことだけに絞って事実関係を整理していきます。そして2つ目、何がいけなかったのか、気づけた子から話していきます。そして3つ目は、これからどうしていくのかっていうことを一人一人決めていきます。まあ、これらを日頃の子どもたちの関係性などからさらにちょっと突っ込んだ質問をしながら、子どもたちの気持ちをできるだけ明るみにしながら、遺恨が残らないように、これからどうするの、どうしていくのっていうことをね、フォーカスして自己決定、子どもたちにしてもらえるようにしていきます。まあ、ここまででお気づきだと思うんですけども、ジュニューさん、それ叱ってるって言えるんですかってもしかしたら思われた方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、まあね、昭和生まれの私にとっては、こう叱るとか怒るっていうのは、今日ね、表情が硬く、口調は荒く、そしてきつく、声の大きさもちょっと大きめにっていう、まあ、イメージ、巨人の星って皆さん知ってます？あのね、巨人の星の星ヒューマの主人公のヒューマくんのお父さんの星一徹さんみたいな、ちゃぶ台ひっくり返すみたいな、まあ、そういうイメージが、まあ、昭和生まれの私にはあったんですけど、そうじゃないんですよね。そんなちゃぶ台ひっくり返しても子供には伝わりませんからね。子供たちが、ね、してはいけないことを、いけないことをしたなっていう事実に気づいて、同じ失敗を繰り返さないようにするにはどうしたらいいかなって考えること、この目的を第一にする。ただ叱り方はやっぱり変わったんですね。ここで心がけているのは、教師がこうベラベラと喋るよりも、子どもたちに質問をしてたくさん話してもらうことを心がけていました。まあ、とにかく自分の振る舞いを振り返って、ああそうだなってこう後悔したり、この先どうしたらいいのかなって考えることができたら、できるだけ短時間で話が終えられるように心がけていました。ただやっぱり最も時間がかかるのが、この事実を確認する場面なんですよね。どうしてもここには時間がかかってしまう。ここに食い違いや納得感がないと、2と3に話は進んでいかないので、ここはまあ必要に応じて丁寧に時間をかけて話を聞くようにしていました。まあ、このあたりの話の聞き取り方については、以前出したこちらの動画でもお話ししていますので、まだご覧になってない方はぜひご視聴いただけたらと思います。今日は、先生そこ叱るところですっていうね、叱れない教師が叱るタイミングを逃さない方法、つまり自分できちんと基準を決めるということです。これをテーマにお話をしました。ここまで動画をご覧いただきありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。このチャンネルでは、公立私立小30年以上の経験を持つジュンジュンが、学級経営、授業作りに不安を感じる先生方に向けて、初任者の方からベテランの方のヒントになる内容を発信していますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。またこの動画気に入っていただけましたら、同僚の方や同期の方へ、こんなチャンネルあるよ、ジュンジュン先生っていう人がなんか叱り方について動画で話してたよって、その風にシェアしていただけると、経験年数問わずにどこかのタイミングでお役に立てるチャンスが必ずあると思います。ぜひシェアの方よろしくお願いします。それでは次回の動画まで、すぐお会いしましょう。